ご視聴あざます。しです。本日もユタボン収益発表の日がやってきてしまいました。今回はユタボン氏2024年9月の収益予想です。最終収益はあくまで予想です。その点も理解の上ご視聴ください。レンちゃんよろしく。では早速こちら9月に投稿した動画一覧です。合計3本投稿されました。ユタボン氏、せっかくの高卒認定試験結果発表という約5ヶ月越しのコンテンツだったのに、まさかの8分以上の尺にせず低収益動画に分類されてます。普段は無編集のボクシング動画垂れ流しとか変な尺の伸ばし方してるのに、こういう高視聴数が確約されてる時にそういうことをする。よく言えば本人が言うようにお金のためにやってないということなんでしょうけど、悪く言えば YouTuber として基礎的なこともできてないんですよね。ではカムイトラッター調べより、ユタボン氏の9月の総再生数は17万7548回でした。前回の総再生数は12万991回なので約 1.5 倍になってますね。8月以前の動画は細かく数字を追うのが面倒なので大まかな計算とさせていただきます。まずは直近3ヶ月の動画からユタボン氏のチャンネル全体の再生単価の傾向を調べましょう。再生単価は大別して3つ、再生単価の高い8分以上収益化動画、再生単価の低い8分以下収益化動画、収益なしの非収益化動画になります。そして6から8月の3ヶ月分合計12本の動画の内訳は、高単価 75%、 低単価 17%、 非収益化 8% になりました。これに対して8月以前の動画による9月視聴数は7万246回なので、それぞれの再生数の内訳予想はこちらになります。さらには先ほどお見せした9月投稿分の視聴回数を足すと各再生単価ごとの再生回数が出ました。ここからは経験からの各項目別再生単価で承継を取ってそれらを合計します。ユタボン氏の8月の収益予想の結果は、このような結果になりました。ちなみに前月8月の収益予想はこちらでした。ということで8月比で約 1.5 倍の収入アップになってます。高卒認定試験の結果動画を今収益にしておけば前月比2倍以上の収益になってたのに。次、こちらは過去11ヶ月の視聴数と収益の推移です。ここ数ヶ月で見ると上昇傾向にありますが、春からのメインコンテンツである高卒認定試験は終了したので来月以降は下落傾向になると予想します。合わせてユタボン氏の次回の当面の目標は英検も級合格になってます。本人が直近の日程に申し込みしていたのかは明言されてませんが、学校などの団体から申し込みしてる場合は受付締め切り日が9月6日です。それに対して次回の高卒認定試験を受けずに英検を受けることにしたと発表したのが9月4日です。この辺高卒認定試験の発表が遅れていたのも、もしかしたら次の目標を模索している中で次の英検を受けられるかのスケジュール確認をしてたのが理由かもしれませんね。この日程で申し込みしていた場合は会場ごとに試験日が異なりますけど、9月下旬から10月上旬の日程になってます。ユタボン氏が試験を受ける日程や受けに来たというような発信をしていないことから、おそらくこの日程は避けていると思います。そうなるとその次の申し込みは11月1日から、試験日は来年1月になります。ということでユタボン氏の今後の収益予想に話を戻しますが、10から12月は今のところ目立ったコンテンツが見当たりませんので氷河期へと突入する可能性が高いでしょう。という感じでユタボン氏の収益予想は以上になります。ここで一旦ユタボン親子と福永弁護士の関係性についてちょっと触れてみたいと思います。福永弁護士といえば、直近で無関係の人間に対して提訴するという大失態を犯したことで、スイのチャンネルご視聴の皆さんはご認識いただいてると思います。その後の動きですが、とりあえず10月1日現在ユタボン親子および福永氏からの世間に対する説明などは一切ありません。このタイミングでの説明がないということは、ほぼほぼ説明なしにフェードアウトするつもりでしょうね。とはいえそれと関係あるのかないのか、ちょっと不穏な動きを見せていますのでここでご紹介を。以前から精神的に不安定な発言は時々投稿していた福永氏なので、遡るとかなり前になってしまいます。なのでとりあえず直近10日前あたりからのものでピックアップしますね。親しき中にもスキャンダルって本当に恐ろしい言葉だ。でも人は自尊心が地に落ちた時や何かに目がくらんだ時は何でもしてしまう。親しき仲スキャンダル。ユタボン親子の固有名詞は書かれてませんし、スキャンダルという言葉はちょっとユタボン親子に結びつく気がしませんね。何でしょうか。3週間後に炎上する福永。結構明確に炎上することを明言してますね。このポストの投稿日は9月23日、3週間もちょうどは10月14日になりますね。本当に2週間後くらいに炎上してしまう。全く望んでいなかったのに止められない。
こちらは上の投稿から5日後の9月28日の投稿です。この日からちょうど2週間後ですと10月12日。9月23日から3週間後と9月28日から2週間後では2日のズレがありますけど、概ねでの表現なので正確な日付ではないのはあってしかりでしょう。とりあえずある程度はっきりしている部分で、10月の第3週頃に福流しが何かで炎上するということでしょうか。本人が事前に知っている情報で、かつ別の投稿とはいえスキャンダルという言葉が出てくることを考えると、週刊誌などで載ってしまうというのが予想できるところでしょうか。かつ人は自尊心が地に落ちた時や何かに目がくらんだ時は何でもしてしまうということは、福流しの身近な人物でお金に目がくらんで週刊誌に福流しのネタを売った人がいる。こちら福流しの投稿が何を言っていたのか分かり次第ご報告させていただきます。では最近誌の方で取り上げるのはしばらく空いてました雪谷氏のポストを取り上げていきましょう。失敗は経験になるし、次の挑戦のプロセスにもなる。失敗は経験になるけど、次の挑戦にもその失敗のプロセスを使ったら、その結果は失敗だと思うよ。だからいつも失敗してんねん。10のアイディアより1つの行動。なんでアイデアと行動が二者択一やねん。10個アイデア出して、その中のベストな行動を起こせばええやん。だからいつも失敗してんねん。何も起こらず淡々と過ぎる日常こそが幸せの本質なのかもしれない。いや、あなたの息子さん、そういう日常とは対極の革命家とか冒険家名乗ってますけど。過去はもう過ぎ去ったし、未来はまだ来ていない。でしょうね。逆に言えば、もう過ぎ去った時間だから過去と呼ばれるし、まだ来ていない時間だから未来と呼ばれるんですよ。世間の物差しや他人の物差しはほっといて自分らしく生きればいいだけ。今息子さんが絶賛挑戦中の高卒認定試験とか英検がまさに世間や他人の物差しなんだけど、その辺大丈夫そう？心のドアノブは外側にはないし、人の心は正論だけでは動かない。それ正しく言うなら、心のドアにはドアノブは外側にないじゃない。あくまでイメージの問題だからあゆだけ野暮かもですが、ドアがなくてドアノブだけってのも想像しないでかなりシュールですよ。心に直接ドアノブがついてる。ドアノブはドアについてるからドアノブっていうのであって、ドアではなく心に直接ついてるならそれはただの取っ手だよ。ではスーパーサンクスの紹介です。以下ユタボン氏に対するコメントです。トム様、スパさんあざます。そもそもの話、本当に友達って言ってる？クラスメートじゃなく？まあユタボン氏が友達だと思えば友達なんでしょうけど、ユタボン氏の中ではな。高校に入って友達と遊んだという SNS 報告はめっきり減りましたね。経験上、学校が変われば相当仲がいい友達でなければ新しい学校の友達と遊ぶようになります。まあ友達かどうかなんて言ったもん勝ちみたいなところがありますし、少なかったとしても迷惑をかけなければいいとは思いますけどね。ジムの営業時間なんかもあるでしょうけど。じゃあ日中何やってるのよこの子。時間内にも筋トレやロードワークなんて絶対してないでしょう、この体では。アベマ TV の取材では朝にジョギングしてると言ってましたね。あとは英検に向けて勉強してるとは思いますけど、彼のことなのでどのくらいやってるのかは疑わしいですね。以下ヨフカルマ氏に対してのコメントです。趣味思考は個人の自由なので、それ自体は個人がどう思うと問題ないと思います。思うだけであれば。けどなんで公的なまで発言書き込みしてしまうんでしょうね。それも主観的で攻撃的な発言を。批判される覚悟があるなら批判しても構わないと思いますけど、そこで批判されることでダブスタしたり、ただのお気持ち反論しかできないのは非常に格好悪かったですね。特に彼の場合は言い合うことの専門家なわけで、そこで一般人とやり合って敗北感出してしまうというのはちょっと。自分の主観をあたかも世間の大正義みたいに語るのは、端的に言ってもダサさの極みだと感じます。本人も漫画家を目指してた時期があったらしいので、多少なり見る目には自信があったんでしょうけど、そもそも芸術に正解も不正解もないですからね。だからこそ評価するには慎重さとリスペクトを持ってするのを忘れてはいけないと思うんですけど、彼の評価にはそういった点が一切感じられませんでしたね。攻撃的な発言をするのなら、それに対する反発を甘んじて受ける必要があると思います。人を呪わば穴2つ。殴っていいのは殴られる覚悟があるやつだけです。そこは水も配信するにあたって特に気をつけてるところではありますけど、そもそも100人に視聴してもらって100人全員に納得してもらえるとは思ってません。自分と違う意見はあってしかりですし、その反対意見を全員納得させられるとも思えません。そもそも反対意見は全て受け付けぬみたいな、あの姿勢が間違ってるんですよね。最低限自分がやられたら言われたら嫌なことを他人にしては言ってはダメですよね。どこぞの親子なんかもそうですか。批判するにしても相手への礼儀は忘れてはダメですね。それがなければただのレスバになってしまいます。ちなみにスイはレスバの時はわざと相手を煽ったりします。そこはスイのモットーが礼には礼を、非礼には非礼をなので、非礼をぶつける相手は非礼な人間だけですので多めに見てください。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。